教えて三輪先生。三輪先生、三輪先生。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー、岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター、並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りします。今週も三輪先生をお迎えしてお話を伺っていきます。三輪先生、よろしくお願いします。お願いします。3月に入りましたね。そうですね、はい、徐々に暖かくなってきてやってきましたね、はい、先生、実は今回お二人からご質問が届いておりまして、ありがとうございます。まずはお一人目ご紹介させていただきたいと思います。はい、早速よろしいでしょうか。どうぞ。質問させていただきます。高山市の伝統工芸について先生かっこ外部の方から見たご意見を伺いたく質問いたします。例えば飛騨春系塗りについて、時代に合わせた新しい器かっこもしくは器以外の新商品を制作した方がいいと思いますが、その際には産官学連携等はできないでしょうか。既存の飛騨春系塗りの器を何点か学生に見ていただき、新しい使い方はできないのか、改良して新商品を開発できないか、学生や女性受けし、安価に購入できる新商品を開発できないか等々意見を出していただき、反映できるといいと思うんですが、飛騨春系に限らず新しい発想、新しい価値観を生み出すことをするともっと発展すると思うんですが、三輪先生はどう思われますか。また他の地域でそのような地場産品の開発の成功事例があればご教示いただきたいのですが、よろしくお願いいたします、という、はい、随分長文でいただきました。そうですね、思いがこもってますね。こもってますね、はい、とってもいい質問でですね、まとえてると思います。ほぼ答えが出てるんじゃないかというぐらいですね、はい、まず結論から申しますとね、はい、伝統を守るためにも革新は続けていかないといけないんですね。ただ現状高山の伝統工芸品、まあ、高山に限ったことじゃないですけども、なかなか伝統を守ることだけにですね、はい、意識が集中していて、事業として継続存続させるために、うん、まあ、要するにお金を儲けるっていうところにはですね、はい、なかなか思いが至らないの現状です。かつても事例でお話ししましたけども、はい、伝統工芸の職人さんが、例えば今観光客に見合ったお土産物作ったらどうか、うん、例えば中国人だと龍のとかね、はい、そういうことを提案すると、うん、悪魔に魂は売れないって本当に言われますねそうなんですか。そうです。で今回ご質問ご提案にもあるように、参加学の連携とか、こういうちょうどあの事例はって言われましたけど、事例も実際ありましてね、先行する一番岐阜県内の有名な事例ですと、岐阜市内で盆提灯作ってるんですけれども、この提灯のメーカーさんにですね、これもだいぶ前ですけども、アメリカの建築デザイナーのイサム・ノグチ、日系人ですけども、イサム・ノグチさんがやってきましてですね、この提灯の風情はとってもいいので、インテリアのライトに使いたいから、うちの設計で作ってくれ、こういうことがですね、もう昭和の時代ですけどもね、こういう提案があって、はい、尾関というですね、提灯屋さんがそれを勇の口のデザインで作って、今世界中で売れてますね。伝統の盆提灯といってもですね、お盆に提灯飾るって基本的に日本の風習ですから、そのまま外国へ持ってっても売れませんね。そうですよね。でインテリアで和モダンっていうのは今もう特にとっても人気がありますから、もう昭和の時代から作られてるんですけど、今も勢いを衰えることなく世界で売れていますね。こんな事例もありますし、我々が支援をしている事例ですと、美濃焼の産地、陶器ですね、お茶碗とかね、この陶器の美濃焼の産地で、まあ、学生さんの意見っていうとね、なかなか現実的じゃなかったりもするので、まあ、いい意見もできますよ、ただ試行錯誤の一部にしかならないので、デザイナーさんを連れてきましてですね、いわゆる
プロダクトデザイナーですね、日頃あのチラシとか印刷物とかやるのはあれはグラフィックデザイナーさんですけども、はいはい、プロダクトデザイナーってものの造形を、はい、前回お見せした毛抜きのヌークも工業デザイナー、はいはいはい、いわゆる工業デザイナーって言われる、このプロダクトデザイナーですけどもね、はいはい、をマッチングしていきなり当てつけてもですね、これお見合いみたいなもんですから、デザイナーさんとのマッチングっていう事業をやって、デザイナーさんにプレゼンしてもらって、事業者さんがこの人とやりたいって手を挙げてもらってね、それでマッチングして今のライフスタイルに見合った商品を作り出して、で今年ちょうど時の商工会議所で、ルームスというですね展示会にですね東京の出してバイヤーさんと商談したなんていうのがあるんですね。普通の美濃焼きってこういうここにも置いてありますお茶碗とかね、コップコップっていうのはガラスですね、丼とかおちょことかね、だん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 なんか他に置き換わるものが出てきてますから、これに新しい価値を作るっていう意味でデザイナーさんとのマッチングっていうのが一番ですね、いいんですね。この瞬間塗りもこれ従来、工芸品でありますけども、生活の一部としてね、使われるものでありますから、今時だと、お椀とかお仏壇なんかにもありますけどね、実用の塔に使われないと技術だけ残すっていうことは難しい時代ですから、商品を今時売れる商品を生み出していく、学生のアイデアもさることながらやっぱりプロダクトデザイナーさんを入れて、今風の商品に塗っていく、瞬間塗りならね、一時飛びなら今時の売れる商品に形作っていく、その時の障害になるのが伝統工芸士さん、技術を担ってる人の心の壁です。なんかそれが一番大きい感じですね。ですからできますかっていうご質問に対しては、理論的にはできます、でもその担い手さんたちが心の壁を取り払わないことには実現しないんですね。実は我々のこういう公的な支援で一番骨を折るところはそこです。デザイナーさんはデザインしたいばっかりだし、そうですよね、学生さんも言いたいこと言いたいばっかりなんです。ただそれを受け入れてもらえるかどうかっていうところがですねポイントになってきまして、伝統工芸品の方々はそこがなかなか固くなに技術を守ってきている、守ることが一つの目的になっていますから、悪魔に魂とかいうことになってくるここを、解きほぐしていく、だからこう一人一人の伝統工芸士さんに投げかけるというよりは、いわゆる組合とか協会とか作ってみますから、そういうところに皆さん集まってもらう中で意識を変えていく、意識ですね、これを少しずつ変えて解きほぐしていく、お客様は悪魔じゃないです神様です、っていうところをね考えて納得、説得してもダメなんです、無理やりだからやらされてる、本当はこんなことしたくないになっちゃうといいものできません。やはりそこの心のスイッチを切り替える、これさえできればもうそういう意味では事例はたくさん周りで岐阜県内だけでも我々結構たくさんやっていますので、これはですねぜひともそういう観点で外部の人への働きかけというよりは内部の関係者当事者ですね、に対してやはり皆さんでそういう問題提起というか語りかけていただけると思うんですね。これですから、伝統工芸士さんがいらっしゃるお宅の奥様とかねお母さんがね、こういうお話するとねもうすっごく納得されるんですよね。本人はなかなかなんか自流になることが悪いことのような、そう守ることが与えられた私の、天から与えられた職務だと言ってですね、固くなになってしまう。ですから初めに申し上げたように、伝統を守るにも革新が必要だっていうところを理屈では分かっても心で納得できない方々が往々にして、
伝統工業を守る人々に多いので、ここのところからやはり、まあ、日頃からもねそういう問題提起をしています。私も会議所さんからも依頼を受けて、そういう伝統工芸の人とか、あと高山の特産品のね工芸、伝統工芸だけじゃなくても、はい、結局物産展に行っても、ちょっとだけ売れても、はい、もう経費倒れになるんです。それをどうやって直さなきゃいけないかとか、はい、そういうところで伝統工芸持って行っても、その実演は人気が出るんです、でも物は売れない。だから実演して物が売れるようになっていくって言ったら、ね、結局売れるものを作る以外ないですよね。そうですね。そこへ今働きかけているちょうどリアルタイムなポイントですから、とってもまとえたいい質問だっていうところなんです。根が深い課題があります、そうなんですね、あ、なるほど。やっぱりその外から外からというよりは、もう中の中に従事してらっしゃる方々に課題があるという、ここを解きほぐしていくということ。誰か一人若手の担い手がいればね、スッとそういうことはできるんです、例えば岐阜市だと提灯の他にもね和傘もあります、はい、和傘は7割日本の生産の7割を江戸時代、もう和傘って昔のものですからね、今は工芸品とか、あとお茶会とか、あと神社とかね、そういうところで使いますけども、日頃和傘じゃないですよね。そうですね。もうコンビニで500円の傘、はい、あ、そう、粉よく買います。そうですよね。忘れちゃうんで、はい、で和傘を若い担い手の子が、今風のちょっと柄をつけたもので、注目されたりもしています。そういう意味では学生っていうのもいいですけども、やっぱ学生が担い手になっていただくっていうのも必要ですよね。ただ担い手になっても生活が厳しかったら、やっぱり担い手としてはやっぱり成り立たないですよね、だからやはり売れるものを作るって最終的に行き着くところは全部一緒なんですよ。なので学生さんにはやっぱり見てもらって、学生さんにはやっぱり意見もらうというよりは、興味関心を持ってもらって、担い手になってもらうという仕組みの中で関わっていただくっていうのがいいですよね。そうですね。これ地域振興も同じです、はい、結構我々先日も岐阜市の商業高校で教室や授業やってきました、それももしも家業が何々だったらみたいな、環境が変わっていく中で従来の家業って守れないよねみたいな、授業ではそういうことやらないですよ、家具屋さんだったらどうやって売れば売れますかみたいな、ね、もう既存の事業が健全だっていうこと前提ですけど、実際そうじゃない、だからそういう深いところまで学生さんには関与してもらって、担い手になっていただくという仕向けていかないとね、いけないですね。それまた素晴らしい、あの強い連携ですね。そうですね、そういうこともやってます。積極的に参加される学校さんもありますし、そうすると、あの今先生にお話ししていただいたことがですね、やっぱりこの特に高山、あの、あ、そうだなって思ってらっしゃる、共感される方が多いと思いますので、ちょうど品そういうのでもそうですね、塗るのは工程ですけどね、実際家具だったりするのも、まあ、家具屋さんで大きくなってるところはヨーロッパの、ニーズに応えてだから売れてるわけで、そういったことを個別のこの瞬間塗りとか一刀彫りとかにも、そのエッセンスを生かしていけるようにならないといけませんね、はい、狙いはヨーロッパですからね。狙いはヨーロッパですか、歴史を認める、向こうも歴史ありますからね。そうですよね。アメリカは、200年300年ぐらいの時代で、新しいものを足しているものって求めます。ヨーロッパの人たちは古き良きものを長く使い続ける、伝統がいいっていうふうにやってますから、そこを狙い定めて、そういうところで、人気に出るものに塗っていく、こういうことなんだと思います。なるほど、あのうなずいて聞いてくださってる方が多いと思いますので、ぜひあの参考に、していただきたいと思います、で先生、あのもう一人の方に答えていただこうかと思ったんですが、お時間に次回じっくりお答えしますよなりましたので、本当に今日はあのじっくり答えていただきまして、ありがとうございました。またあの次回はですね、次の方のご質問にじっくりと答えていただきたいと思います、次回もお楽しみにしていてください。三輪先生、ありがとうございました。ありがとうございました。
このコーナーではこれから起業されたい方や商店の経営改善などさまざまなご質問も受け付けております。三輪先生にズバリ答えてもらいましょう。ファックスは 0577-37-0765 メールは hitsfm@hidanet.ne.jp hitsfm@hidanet.ne.jp おはがきは郵便番号506-0021高山市灘町5-95-10郵便番号506-0021高山市灘町5-95-10皆さんからのご質問をお待ちしています。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りしました。教えて三輪先生。三輪先生このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りします。今週も三輪先生をお迎えしてお話を伺っていきます。三輪先生よろしくお願いします。お願いします。さて先週はリスナーの方からいただきましたご質問にじっくり答えていただきまして、はい、まさにこの高山のいろいろ抱える課題といいますかね、はい、いいものを、ね、作ってるんですけどね、もっと売れていってほしいですよね。そうですよね、はい、もうその時にですねお話ししていただいて本当にいいヒントをいただいたなと思ってるんですが、はい、皆さんもねじっくり聞いていただいていると思います。お客様は神様です、はい、そこですよね、はい、では続いて今日はまた別の方からですね、はい、いただいております。三輪先生こんにちは。先生のお話の中でこれまで〇〇の壁ということをお聞きしていますが壁を越えることの難しさを感じております。今一度先生からアドバイスをいただければ幸いです。お願いしますと、はい、いうことですけれども、ちょっとですね、はい、改めて復習の意味も込めて、はい、もう一度お話をしますね、はい、3つの壁っていうのをですね2回ほどお話をしてきました、はい、いただきました。まずですね創業者が突き当たる3つの壁っていうのを話しました、はい、1つ目が現実の壁です、はい、現実の壁、私こういうことやりたいのって、はい、これ夢や妄想ですよね、これって実際問題としてこれ妄想のままではね食えない、うん、はい、ロマンは食えないマロンは食えるけどみたいな話をしますよね座布団1枚みたいな、はい、秋のテーマ、はい、季語ですけどね、はい、これ現実の壁に突き当たります、はい、実際問題そんなことは実現できそうにないっていうことを実現していかないと、結局事業としてやるわけです、はい、趣味はね妄想でもいいんです。でもそれはやっぱり達成感がないですよね。そうですね。お仕事としてやる場合には収入がないことには意味がない、はい、だからまず現実の壁に突き当たります。これ誰でも突き当たる、ね、こういうことしたいと思うんですけどどう思いますか、うん、でもそんなの近所にもやってる人いるけどどうするみたいな、これ現実の壁ですよねはい、はい、喫茶店がやりたいんです。じゃあ客席数何席ですか。美味しいコーヒーを出したいです話合わない、現実の壁です。 ありがちですね、はいはい、そして実際それが、まあ、現実ベースにね計画まで立てられるようになった時に、はい、先立つもの資金の壁になると思うんですね、はい、資金の壁、はい、でもこの現実の壁と資金の壁って公的な支援、我々のあるところも商工会議所さんも市役所さんもアドバイスをしてくれます、最近では金融機関もしてくれます、そうですね、ですけどある程度このあたりは乗り越えられます、はい、ただ市場の壁っていうのが3つ目に来ましてね、そうでした、はい、現実的に
行けそうだって、それもまだ紙に書いたもんですからね、でお金はそれでも借りれるけども、実際在庫を持ちました、お店を開けました、お客さんが来てくれません、こういうことよくありますよね、この市場の壁を乗り越えるというのが一番大きな、やっぱり壁です。そうですね。でこれを乗り越えるためには思いのまま突っ走るんではなくて、スモールスタートをするってことですね。スモールスタート、はい、例えばお豆腐屋さんをやりたいの、大型の設備を入れてスーパーに納入するっていうことを考えるんではなくて、お豆腐のレシピを考えて、生産するのは外部に託して、結局費用負担を極力小さくして、一番必要なのは市場の壁ですから、売れるかどうかをまず試すってことですよね。なるほど。夢を実現するためには小さなスタートで負担を少なく、売れるかどうかに一番注目して、そこを突破することを考えるってことです、時間と労力を、市場の壁を突き抜けるためのテストマーケティングって言いますけどね、ちょっとしたイベントに出てくとか、軒先借りて売らせてもらうとか、あとは展示会に出るとかですね、結局その辺の費用も見込んでやらないと、もうそこを見込まずに大型の設備を作ります、飲食店を作っちゃいます、そうするとですね、お客さんと心が離れたままで人が来ない、商売にならない。そうですよね。ちょっと10年早かったっていうのはね、負け惜しみですけど10年も待てないんだからですよね、そういうことよくある相談者あるあるですね、それが一つ目の創業者が付き合ってる3つの壁です、そしてもう一つお話したのが企業の成長を妨げる3つの壁、そうですね、知識の壁っていうのがあります、知らないからできないとか、あとは全く世の中に新しいものって言って売り出しても、何かわからないから誰も手を出さない、だから自分も知らないとものできないし、お客さんも知ってるもの、馴染みのあるものじゃないと手に取らない、ね、だからちゃんと伝える必要がある、情報の収集とか情報の発信を常にするとか、でその時にはどういうターゲットの客層に売りたいかって明確しないといけませんね、お客さんによって違ってきます、思考が違います、20代の女性に売るペットボトルのお茶と、60代の男性に売るペットボトルのお茶では、キャッチコピー違いますよね。違いますね。この話もしました、実際にこの知識の壁、情報の大切さっていうのを日頃からですから、情報収集をまずね、そうですね、あとターゲットを明確にした情報発信をする、これがアドバイスですよね、意識の壁です、これは先週もお話したように、伝統工芸士さんだと伝統を守るために新しいことは受け入れられないみたいな、心の壁ですからね、これは結構大きい、大きいですね、これは大きいです、これはどうなりたいかって、どうしていかなければいけないかっていうことをやっぱりちゃんと考えた上で、まあ基本的にはね、お仕事を通してお金をちゃんとお客さんからもらって幸せになるっていうことですよね、豊かになるっていうのはね、もう限りなくあれなんで、幸せになれるかどうか、自分だけじゃないです、あの伝統工芸士さんって自分掘ってると幸せなんですね、そういうイメージですねでも周りの人はそれでは幸せになれますね、そうですね、そこまでちゃんとやっぱり意識しなきゃいけないし、そのためにはまあ悪魔でもいいですよ、悪魔に魂を売らないといけないでも売ったらよく考えたら神様だったって、絶対そうですから、そこ、これ一番大きいかなっていうところですよね、そしてそのためにはね、いろいろと発想の転換が必要ですね、ここはきっちりと話しますよね、まず世の中の外部環境ってどんどん移り変わってきますよね、高山だと観光客どんどんいろんな人たち変わってきます、従来は、農協の団体さんとか、観光バスで都市から来るとか、そうでしたね、今はもう個人客が、ね、で、で外国人もどんどん増えてます、そういうところに対応するにはやっぱり柔軟な発想が必要ですね、そしてだん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 それこそじっとして伝統だけ守ってると衰退していってしまいますから、そのピンチをチャンスに変える逆転の発想っていうのも必要ですね、意識の壁を越えるためにはね、それとやはり
伝統工芸士さんのことばっかりなんか悪者して申し訳ないですけど過去にとらわれることなく、やっぱり選ばれる商品、そしてサービスを提供していくっていう意味では、突き抜ける発想が必要です。突き抜ける、はい。そしてやはりそんな中自分の強みは何かっていうことをね、改めて見直して、それを商品サービスに作り込んでいくという意味では、自社の経営資源を最大限に生かさないといけませんから、はい、原点回帰の発想、この4つの発想の転換がですね、この意識の壁を乗り越える最大のポイントです、はい、柔軟な発想、逆転の発想、突き抜ける発想、そして原点回帰の発想、これは心に言い聞かせるとかですね、紙に書いて持っておいてですね、自分の今の考えはこの4つの発想の転換ができてるかどうか常にね、自分に問いかけ、意識ですから自分の中、あ、そうですね、我々はその相談者なのでその意識に働きかけるっていう仕事もしますが、日頃はやっぱりいくら働きかけても聞く耳を持っていらっしゃらないと何も変わりません。大体お前らが悪いとか言われるアベノミスクスが悪いとか言われるんですけどね、はい、そうじゃない、ね、だってみんなに同じ条件であるわけじゃない。そうですよね。そんな中で伸ばし、はい、事業を伸ばしてる人はどういうことかというと、その意識の壁を乗り越える4つの発想の転換ができてるってことなんです。これね、相談者さんと長年、4年、まあ、全部で言うと6年付き合ってますけど、独立してコンサルやって12年もやってるんですね、そうすると編み出してきたやっぱり革新をするための4つの発想の転換って、この4つ、柔軟な発想、逆転の発想、突き抜ける発想、そして原点回帰、これを持って意識の壁を乗り越えるところ、がもう最も大切なアドバイスとして受け取っていただきたいと思いますね。そしてもう一個あるんです、はい、組織の壁っていうのも企業の成長を妨げる、はい、そうでした。お役所仕事とかね、はい、悪者ばっかり作って宮さんの話はよく結構誰かをディスってるって言うんですけどそれはね、反面教師、先生です。大切な存在です、ね、組織の壁はやっぱり新しいことをやらないとか、うん、責任は取らされたくないとか、そういうこと、まあ、意識の壁が集団になっちゃうとね、組織の壁です、はいはい、これはもうその中の人であればルールを変えるとか、情熱を持ってその人たちをきっちりと、その必要さを解いていく、エネルギーが必要です ね、うん、そうですね。ルールを決めるにも、まあ、意思決定のプロセスを変えていかなきゃいけないから、そういう意味での時間やエネルギーがかかりますね。だからまあ、こう個人の意識の壁を乗り越えるというのが、そういう意味でも最大の要素なんです、こういうことを取り組んでいくと、はい、何々の壁はこれは徐々に乗り越えていくことができます。創業者にとってやっぱり市場の壁が一番大きな壁、市場の壁、ある程度一定の成長を果たした企業の場合、意識の壁ですね。新しいことは初めのうちですね、どんどんチャレンジするんですけども、だんだんいろいろ失敗を重ねてくると、だんだん億劫になってきちゃう、ね、こんなこと言ったらダメかもしれないって、こんな新しくしてもまた失敗するかもしれないみたいな、そうなっちゃうといけないので、そこは逆転の発想をしないといけないですね。新しいことをやることで目を向けてもらえるかもしれないとか、ピンチをチャンスに変えなきゃいけない。それはピンチだ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 って言うと、もうしぼんでっちゃうばっかりですからね。そうですね、萎縮してしまって、そうです、それ大事な要素っていうのがありますから、はいはい、3つの壁、それぞれあるものを乗り越えていくための要素としてですね、何度も何度も思い返してですね、自分に問いかけていただきたいと思います。そうですね、今までの復習のような質問でしたけれども、ね、はいはい、でも先生は大切なのは自分の中でにあるのかなっていう感じがしてきますね。基本的にはそうですね、はい、市場の壁も思い込みが結局いけない要素になってたりしますからね、はい、そうですね、ついあの外になんか原因を求めそうですけれども、人のせいにしたがるんです、ね、はい、人のせいじゃないです、自分のせいですよ、はい、自分のせいっていうことで、はい、もう少しの自分自身に、そうです、はい、向けていただいて、経営者によって
企業は変わるんですか。従業員が悪いんじゃない、経営者が悪いんですよ。あ、またディスってね。でもそこをやっぱり反省の糧にしていただきたいわけです。はい、そうですね。はい、あの今一度ご自身に皆さん、そうですね、ね、はい、目を向けていただいて、はい、またそれがピンチをチャンスに変える力になっていき、はい、ということですもんね。はい、わかりました。このご質問をいただいた方はしっかり聞いていただけましたでしょうか。先生、あの大変良いお話をいただきました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。このコーナーではこれから起業されたい方や商店の経営改善など様々なご質問も受け付けております。三輪先生にズバリ答えてもらいましょう。ファックスは 0577-37-0765、 0577-37-0765。 メールは hitsfm@hidanet.ne.jp、ヒッツ FM アットマークひだネットドットne.jp。 おはがきは郵便番号 506-0021 高山市灘町 5-95-10、 郵便番号 506-0021 高山市灘町 5-95-10。 皆さんからのご質問をお待ちしています。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー、岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りしました。教えて三輪先生。三輪先生。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー、岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りします。今週も三輪先生をお迎えしてお話を伺います。三輪先生、よろしくお願いします。お願いします。3月に入りまして、リスナーの皆さんからのご質問に、随分じっくり答えていただきましたけれども、とてもまとえた質問をいただきまして、はい、本当に先生の今までお話ししていただいたことがしっかりまた改めて復習できたという感じがしますけれども、ね、はい、では今日はどんなお話をしていただけますでしょうか。はい、この飛騨高山はですね、観光地として発展していますから、はい、この観光について改めて考える会にしたいと思います。いい会ですね。はい、これまでの観光から、これからの観光へ、これからの観光、まあ、実はもうすでに始まっている時は経っているんですけどもね、そういう意味ではこれまでの観光ってどういうものだったか、でこれからの観光ってどうあるのか、まあ、今すでに始まっているのかっていう比較対象をしながらね、じゃあ何をしなきゃいけないかって、もっと観光地として発展発達してお客さんが喜んでもっと来て、どんどんお金を落としていくと、お財布落とすんじゃないですよ。お買い物するっていうことですね。はいはい、いうところをやはり他の町の真似しててもダメですから、どういう視点で作り込んでいけばっていうような話をね、2回分ぐらいになるかもしれませんが、お話をしたいと思います。そうですか。それは本当に興味のあるお話ですね。はいはい、ぜひよろしくお願いします。はい、まずですね、これまでの観光、まあどうでしょう、昭和の時代っていう感じですけどもね、団体客が中心で、都心からとか他の地域から観光バスを仕立ててですね、3台4台、はい、あと修学旅行なんかもね、そうですけどもね、ありますね。はい、観光客は休みに旅行したい、旅行行くことが目的ね、どこどこに行きたい、行くこと自体が従来は目的でした。それは現実から逃避したいみたいなね、あまりにも忙しい日常から逃げ出してリラックスしたいみたいなね、ことですけどね。はい、それがどん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 と価値観が多様化してきたということと、
結構テレビとかインターネットで情報取れて、うん、ある程度情報分かるし、そうですね、行った気になっている、なりますね、なれる、はい、しかも最近だと VR 技術って言ってですね、立体で見えちゃうとその場にいる感じぐらいするわけですよ。とか温泉って言っても、もう近場に温泉地ってできてる、温浴施設っていうのが ね、はい、結構温泉街行くよりも最新の施設で、しかもなんかマッサージしてくれる人もいたりとか、休憩所でテレビも、でまた何度でも行って帰る、泊まらなくてもいい、お家の近くだから ね、 ですね、そうやって温泉地も結局新しい価値を提供していかないといけないってことですけどもね、そういう意味で要求が高度化してきてるんです。だって温泉入ってる、そこそこのんびりするんだったら近くにあるありますもんね。ね、平湯まで行かなくてもあるね、高山市郊外にもありますよね、はいはい、ですからそういう意味ではお客さんは感動を味わいたい、行くこと自身は別にそこそこ近場で済ましてしまうから、感動を味わいたいとか、なんかそこへ行って新たな体験をしたい、といったですね、はい、明確な理由を、これそういう意味では示していかないといけないですよね。そうですね、それでそれを体験、非日常を体験する、そこを求めてるんです、これをちゃんとできる場所だということを提供していかないといけない、情報としてね、まずあらかじめ景色が綺麗とか、温泉が美肌になるでは、ね、十分じゃないです、ないです。そこをきっちりと訴求できるか、個人客中心となってきている、いわゆるこれからの観光、今すでにそうなってきている観光のいわゆるコンテンツを変えていかないといけないということですね。動機づけが大変ですね、です、感動の場面、ですからそういう意味でいわゆるオプションツアーでそういうことを、ね、開発し、若い子たちは結構そういうこと積極的にね、今開発してる人もいます、はい、お寺さんの厨房を借りて精進料理を作って食べるとか、やっぱりそうすると作ることの体験ですよね、にしかもお寺の厨房なんて入ったことないから、そうですね、結構観光客お寺のお墓見に行ったりするんですよ、非日常だから、それをやっぱりセットしちゃうってことですよね、お寺の厨房で精進料理作って食べる、もう食べる前に満足してるんですよね、味はね、そんなあの豪華な食事ではないんで質素ですけども、体験を伴うことによってその味わいが深まるわけですよ ね、 深まりますね。そういうことをやっていかないといけないってことですね、観光客向けに、そういう意味では旅行者も都市で集客するとか一定の地域で集客するハッチ型、出発時点でも決まるんです、何人集めたかって、大量集客大量送客ってやつですね、バス何台で行くのって話で、観光地側は口開けて待ってる、従来そうですよ、口開けて待ってれば、ね、旅行者さんがブッキングしてくれて、旅館何室埋まりましたっていう、これは団体客の場合ですよ、それで口開けて待ってるだけの旅館は苦労してるんですね、今個人客が中心ですから、地元が主導的な立場で、さっきの話、魅力ある体験の情報発信ですね、ですから従来ハッチ型であったのが着地型での旅行商品を作る、個人客を対象に、しかもその好みってそれぞれ違います、違いますよね、南の国の人は冬来たがる、寒いから日本人はちょっとやめとこうっていうような、あえて豪雪の地帯来る、そうですね、これ雪見たことないですね、もう大喜びです ね、 ね、はい、そういう思考がありますね、でも北の国の人は冬来ますね、そうですね、雪はもう本当嫌だから、はい、そう、で春秋のお花が綺麗な季節にとかね、ですから何万人何十万人来てると言っても客層は四季折々で実は違うんです、構成ちゃんとそこまで的確に個人客の思考を考える、思考って好みですよね、はいはい、
に応えていく、だからメニューも四季折々で変えなきゃいけないし、プログラム変える前にターゲットも違うわけだから。そうですね、変わってきますね。そうすると食べるものの好みもあるし、イスラム教の人は食べれないものがあるとか、菜食主義者ベジタリアンの人はお肉食べないとか、いろいろあるわけです、そういうことに合わせていかないといけないんですよね。ですから観光地としても、従来だと箱作って、旅館作りました、温泉大型施設とかね、施設型の観光資源開発っていうのは、なんか遊ぶ場を作りました、合唱村を作りました、来てくださいって、こういう一方的なね、でとかなんかイベントをやりますみたいな誘致をしてたんですけども、結局先ほどの話、都市でそういうものがだんだん行われてくる、だって観光局が行ってイベントやっちゃうから街で、そうすると魅力が薄まってくるので、街ごと観光街づくりやらないといけないです、それは地域ブランディングっていうんですけども、地域資源を改めて再発見して生かしていく、地元の人住んでるから当たり前だからなかなか気づかない、そうですよね、それを改めて、それこそ旅行者の人も入れるとか、我々みたいな外から来た人間の意見を取り入れながら、何に他の町の人、都会の人、外国人はお金を使いたいと思うか、例えば星空を見せるだけでも、高山の人はね、みんな星空なんて別に普通に見える、そうですね、名古屋の人はね、星が見えないですよ、夜、街明かりが明るいから、その違いはお金になる、星を見せるだけでお金取るところもあります、寒いのでも喜んでくる、そういうことをちゃんと、やっぱり地元の価値観だけではなかなか難しいんですけども、そういう第三者の目を入れて地域の良さを磨き続けることで、その魅力が高まって観光客がますます来るようになる、思っても見ないところがいいんですよね。そうなんですね、古い町並みがいいし、お寺さんのお墓が良かったりするので、これは住んでる人にとって何が楽しいのっていうぐらいですよ ね、はい、そこをやっぱり上手に引き出して見せていく、第三者の視点っていうのが必要ですよね、そうすると今時はですね、従来口コミってそのなかなか難しい、お金かけなきゃいけなかったんですけど、今は Facebook とかですね、Twitter とかですね、インスタグラムって写真、インスタ映えなんてありますよね。そうですね、飲食店でもわざとなんかてんこ盛りにして写真撮らせて、従来ね、写真ごはっとだったでしょ、いろんなことはノウハウ流出とか言って、今はどんどん撮ってくださ い、でそれで口コミを広げる、拡散、お金かからないですもん、それ。そうですよね、宣伝費いらない、いらないですもんね、皆さんがやってくださるから、交互にそうインスタグラムとか、あとトリップアドバイザーですね、英語圏の人はみんなトリップアドバイザー、中国語圏の人は中国にそういう関係のやつあります、僕が知らない、トリップアドバイザーで口コミに書いても、この飲食店は私がベジタリアンと言ったら肉野菜炒めのお肉をお肉代わりに美味しい味のまま抜いてお肉を抜いてくれた、こんなホスピタリティ初めてだって書いたらみんな殺到します、そういうところもありますね、そのようにこれまでの観光からこれからの観光へ、結局外部環境の変化がありますよっていうのが、観光についてこの観光客が変わってきてるとか、時代が変わっていってるから、そういうことをちゃんと踏まえて適用していかないといけないですね。先生のお話にありましたように、そのホスピタリティっていうのは随分重要視されてます ね、結局魅力がある建物って言っても体験がやっぱりものを言いますから、お店の人が不愛想だったらもうちょっともう二度と来たくないってなっちゃいますよね、やっぱりそういう意味では普段できない経験をしたいってことも思ってるし、やっぱりいい思い出を作りたいってきてるので、嫌な感情生まれたら口コミだってもうやんないですよね、感動を伝えたいって言って口コミやるわけですから、そういう意味ではトリップアドバイザーとかね、インスタグラム、これをまずバカにしないでちゃんと活用するってこと、そんなものとかね言わないそういうことですね、
されどカタカナなんてわからんとか言ってちゃダメなんですはい、はい、わかりました。本当に今比較をしていただいたおかげで大変わかりやすく、はい、前のままではないってことですね、前のまま口開けて待っていてもお客さんは来てくれない。だって口コミ、そういうトリップアドバイザーとかインスタグラムで行き先って決めますから、高山来るってのは漠然と決めていても、どこでご飯食べるとか、旅館どこ泊まるっていうのもね、全部そういう口コミで決めたりしますからね。昔は旅行代理店さんがおすすめしてて、今旅行代理店なくてもネットで旅行のね注文できるでしょ。だからそういう意味では SNS って言いますけども、こういう無料の情報発信ツールは自分たちも発信しなきゃいけないし、来た人たちにどんどん発信してもらうっていうこと、これ大事な要素ですね、その発信してもらうための仕掛け作りっていうのも大事なんですね。そうです。そのもう写真映えするようにわざと点呼色をわざとちょっとすごくするとか、期待に応えることができれば、期待っていうのはやっぱり非日常とかね、気分転換したいとか、現実から逃避したいとか、あとは家族で来る場合は絆を深めたいとかね、あと普段できない体験をしたいとか、そういう期待、これに応えていく。そうするとそれが口コミとかでリピートにもつながる、観光客が増えていく。そこがまだまだ余地があると思いますね、高山もね。まだ開けて待ってるだけっていうところもまだまだある、はい、そうですか、はい、これからの高山、に皆さん、やはり受け入れ先としてね、それはおもちゃ屋さんでもそうです、町の人おもちゃ屋さんターゲットにしていたら子どもの数減ってきますよね、でも外国から来た人が、あ、こんなの日本にあるの、キャラクターものとか大好きですからね、買ってたりしますよね。だから普通高山市の人たちを対象にしているおもちゃ屋さんも、やっぱ外国人を受け入れるっていうことをやっていった方がいいですよね、でそこで写真撮らせて発信するだけでもいいんです。そしたら見に来てくれる、そしたら見に来るとなんか買わなきゃって思うし、そういう人向けになんか売れるようにすればいい、そういう企業努力ですよね、そういうことを重ねていくってことだと思いますね。なるほど、はい、それによってもっともっと高山が豊かになっていく、だってなんか使いたいって思わせればいいんだから。なるほど、今週もたくさんのいいヒントを、いただきました、はい、これから観光にということで、また改めて皆さん余地を、考えていただけたらと思います、はい、今週も三輪先生ありがとうございました。ありがとうございました。このコーナーではこれから起業されたい方や商店の経営改善などさまざまなご質問も受け付けております。三輪先生にズバリ答えてもらいましょう。ファックスは 0577-37-0765 メールは hitsfm@hidanet.ne.jp hitsfm@hidanet.ne.jp。おはがきは郵便番号 506-0021 高山市灘町 5-95-10 郵便番号 506-0021 高山市灘町 5-95-10 皆さんからのご質問をお待ちしています。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りしました。教えて三輪先生。三輪先生このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー
岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りします。今週も三輪先生をお迎えしてお話を伺っていきます。先生、ずっとお話をしていただいておりましたけれども、はい、いよいよとても残念ですが、はい、残念なお知らせ、残念なお知らせが、はい、皆さんに、あの先生お忙しいということもありまして、はい、本当にあの今回が最終回ということに、はい、これまでありがとうございました。なりました、はい、先生本当にありがとうございました。たくさんのヒントをいただいて、はい、なるほどなっていうふうに思っていらっしゃった方、またリスナーの方でいろいろとご質問いただいた方もいらっしゃいました、ね、ありがとうございました、はい、最終回となります、今回ですけれども先生にまたお話をしていただきたいところなんですが、はい、まずあの先週ですね、その高山観光地ならではのということ で、その地域を高めるための、地域力を高めるための地域ブランディングについてお話をいただきました、はいね、これまでの観光からこれからの観光へ、そしてそこで求められるのが、はい、地域ブランディングですね。町ごと観光のブランディングをしないといけない、はい、高山はそういう意味では岐阜県の中では先行している事例ではありますが、まだまだ努力の余地っていうのはありますよ、個別のお店としてはそれぞれ努力もしてらっしゃる方もいらっしゃるけれども、中にはやっぱり悪魔に魂が売れないっていう方もまだいらっしゃるからはい、はい、そこは変えていかなきゃいけないですよね、それ一体になっていく必要があるっていう中で、やっぱり観光客が持ってくる期待に応えるっていうことですよね、そういう意味でのちょっと地域ブランディングって結構ね、これ各地で要請がありましてね、養老町で地域ブランディングについて話をしてほしいって言われまして、で一応これを恵那市の事例とかですね、下呂市の事例なんかを交えて、もう高山もそうですけどね、事例を交えながらお話をしてきたところです。いろいろやっぱり各地でだん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 人口が少子高齢化になってくると、外からのお金を、お金を持ってくるっていうか、お金を使ってもらうっていう、そしてやっぱ一つの大きいドル箱は観光ですから、工場誘致っていうのもありますけども、工場結構外国作っちゃうとこ企業多いですからね、そういう意味でやっぱり観光客を入れて流入人口を増やすっていうことを考えますけれども、そのために何をしなきゃいけないかってことですよね、地域ブランド戦略がなぜ必要かっていうのは、各地でまあ人口減少を抑制しないといけないっていうことだとか、経済的にやっぱり潤わなきゃいけないとかね、経済的な潤いもそうですけども、心も豊かにならないといけないし、街の姿がだん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 やっぱり寂れていくだけではいけないですし、やっぱりそれには企業が利益を出して税金を納めて、その税金でまた新たなリノベーションしていく、循環、好循環が湧かないといけないですからね、そういう意味ではそういったまあ、一つには儲かる街づくりをしないといけないということですよね、あとはその時にどういう方向で行くって決めたら価値観も共有しないといけないし、街の人々が活気があふれて活力のある街づくりをしていかないといけないので、放っておくと衰退してしまうっていうのが現状ですね、厳しい現状ですね、そのためにまあ情報も収集しなきゃいけないけども、的確に情報を発信してですね、で来てもらって買ってもらって、食べてもらって、滞在してもらって広めてもらう、観光客高山の発表数字あれ宿泊客であって、素通りしていく人はもっといっぱいいるわけです、それをじゃあ素通りするんじゃなくてちゃんと泊まってってもらうためにどうしなきゃいけないかというのと、こういったことも考えなきゃいけないですね。それが地域ブランド戦略の必要性っていうところです、で前回もちょっとお話したように、近いところでは長野県の阿智村っていうところがですね、スキー場が冬、ヘブンズ園原ってあります。ゴンドラに乗って山の上行くから滑ってくるんですけども、このゴンドラ夏場は動かないですよね、スキー客になる、そうですね、でも動かさないとメンテナンス上動かさないと動かなくなっちゃうんです、錆びたり、で空で運転するのは、これはちょっともったいないなと、なんとかして乗せれないかって言って考えたのが発想の原点なんですけど、そこからなんですね、見せるもの何もないなって言って、夜星は見えるけどな、じゃあそれだって言って、そこから
昼神温泉も人がだんだん来なくなったのが、はい、今夜の星を見たさに来るわけです。なんかすごいみたいですね。温泉は町の近場でも入れるけども、うん、町の近場では夜空を見上げても星見えないです明るいから、はいはい、そこが魅力なわけですね、うん、でやはり温泉というブランディングから星の綺麗な町というようなブランディングに切り替えた、ということですね。そういうことが今も必要なんです、はい、岐阜県内だと揖斐郡の揖斐川町に春日といってですね、山の上にお茶作ってるところがあるんです、はい、で従来の矢吹田種っていうんですけど、うん、今はもう新種のお茶をどんどん作っているんですけど、その在来種昔ながらのお茶をね、はい、作ってるけど雑味が多いからあんまり美味しくないと言われて、はい、でもその時は名前を変えました。従来美の春日茶って言うんだ、はい、何こっちゃわかんない天空の子ら行っちゃった飲んでみたいですよね名前聞いただけで飲んでみたいですよね、はいはい、そういうイメージができると渋みが美味しい変わるんです。変わりますね。甘いお菓子に合うわってこうなるわけですよ。これはもうブランディングの端的な事例ですよね。で天空のってどんな感じで天空のラピュタみたいなイメージしてイメージしますね。みんな行くんですよ。雪じゃないごめんなさい、雲に隠れた空が、はい、見えるんじゃないかとか、マチュピチュなんじゃないかとかですから日本のマチュピチュなんて言われる勝手に言ったんですけどね、そんな感じの部分がこれね見えるんです、そうなんですね、はい、そういう意味では地域ブランディングっていうのはまず自然環境はちゃんと示していかないといけないですね、はい、それぞれの強みで示していけばいいんです。そしてやっぱり暮らしやすい、もう来てもらった人にはいっそのこと移住定住までしてもらった方がいい、流入人口増やさないと、だから暮らしやすいとかですね、はい、安心快適で住みやすい環境だっていうことも同時に示していかないと、一元さんで終わってほしくないわけです。やっぱりそうですね、はい、あとやっぱりお仕事場も作らないといけない。我々はその辺が一番の相談の窓口です。産業競争力を高めるとか、就業率を高めるとか、まあ、雇用を増やすってことですけどね、それも大事です。誇りを持って働ける仕事があるってことも地域ブランディングで重要な要素です。重要ですね。で観光客が訪れて体験して楽しいっていうね、歴史のある街並みだけじゃなくて、そこへ入ると何ができるっていうことですよね。そういうところが賑わってますね、うん、酒蔵さんで飲食店も始めてお土産も売ってると、酒蔵ってそうそう見せれないですから、入ると楽しい、古い町並みの中に入ると楽しいっていう体験ですよね、うん、そういうのが大事ですね。で、まあ、もう一つは物産物品、この特徴品のあるお土産物開発ってみんな積極的にやるんですけどね、そういう意味ではこのお土産物があれば十分じゃないってことなんです。世論調の場合やっぱり商品開発を一生懸命やってたんだけども、ブランディングって商品を作ればいいってことじゃないですよっていうのをお話ししてきたんですけども、はい、今までお話しした自然とか生活とか産業とか観光、こういったものも伴った上でお土産物ってもなかったら手ぶらで帰っちゃいますからね。で送って喜ばれるものっていうのが大事な、ね、ちょっとその場で食べて終わっちゃったら持って帰れないじゃないですか。あ、そうですね、でそこそこ値段は、はい、いい値段をつけといた方がいいんです、はい、送って喜ばれる、安っぽいと確かに値段見て、あ、なんこんな安いのみたいな、はいはいはい、だから、はい、贈り物として喜ばれるっていうものを作っておかないといけないですよね。そういうでお取り寄せにもやっぱりリピートで、そうですね、我が実家だと長野県から桃とかリンゴとか取り寄せてますけどね、それ一回行って美味しかったから農園さんから取り寄せる、はいはい、循環、好循環ですよね、はいはい、そんなことをやっぱりやっていかないといけないです、はい、そういう意味ではブランド力を高めるのは3つの軸、また3つです、3つですね、最後に3つもう一回気になる3つが、はい、商品サービスというのが一つはね、はい、買って喜ばれる、送っても喜ばれるものに商品開発しないといけません、はい、物だけあってもダメなんです、ね、ネーミングとか天空のこらえちゃうね、パッケージも街の人に
見合ったものじゃない。中国人は高いのね、金色とか大好きですけどね、とか、あ、まあ、中身も当然で、はい、それ一つ目が商品サービス、そして街のイメー ジ,、うん、街のイメージ、これ情報発信ね、これは高屋の場合は古い街並みということでのイメージはできてます。あとは徐々に無形文化遺産でお祭りとかもだんだんイメージする。だから愛情発信ってどんどんしてる、うん、でそれを今度はちょっとだけでも一部だけでも体験させるってことですよね、うん、はい。で文字情報、写真の情報、最近だと動画の情報で発信していく、うん、自分たちも発信していく、来た人にも発信してもらうっていう街のイメージ、そして街に住む人々、先ほどお話しましたけどね、接客応対、ちゃんとおもてなしの心でいらっしゃいませとか、日本語でもいいです、通じなくてもちょっと片言の英語でもお話をしてみるってことですよね。そういう意味では排他的な風土ではダメですね、会話とか接客接遇のスキルっていうのを高める必要がありますね、はい。どんな人が来たんやろ、武装屋で締めとこうではお客さん来てくれませんよ ね、はい、ですから、はい、そういうスキルも高める、そういう意味では接客マナーも大事ですね。でその価値観を共有していくということです、マッチに住む人々が笑顔、対話、あと体験体感からの思い出作りを提供するってことですよね、いわゆるおもてなしって簡単に言いますけども、それは町に住む人々一人一人がね、ちゃんと表現していかないといけない。ブランドを高める3つの軸は商品サービス、町のイメージ、そして町に住む人々ですね。こういった要素が3つ揃わないと地域のブランディングっていうのは高まっていかない。今まあ先行して街のイメージは特定のものが発信されていますが、そうですよね、そこに体験を織り込んだ来訪者の情報発信を付加していくことによって、それぞれのお国柄の人たちにとって感動するものは何か、それが行き渡るわけですから、その国の人たちに、その国の言語で、これほど大切な観光大使はいないですね、そうですよね、ですから体験を織り込んだ街のイメージをより深く作り込んでいくということ、あとやっぱり高山は冬場寒いので立て付けがきっちりしていて、外ガラス張り少ないです。だから何中でやってるかなかなか見えづらいところって多いんですね。その辺は工夫していく必要もあるかもしれませんね。確かに、あの屋台村なんかもう寒いでもガラス張りですから、みんな何中でにぎわってるとか分かるんで入りやすいんです。一番街のお店、あの寒いからね、みんなそれお客さんを思ってですよ、立て付け良くて、あのガラスじゃないんですけど、そうすると中が確かに分からない、入りにくいことはありますね。観光客さんは用入らないんです。でも屋台村でこなる横地はガラス張りでにぎわってるのが見えるから、しかもみんな歩いてるから、そうすると安心感が、そうですね、それをやっぱり大事なイメージなんです。なるほど、あそこ作るときはそういう、あそこだけでも町だので、町のイメージっていうのをきっちりと作るんです。ですからにぎわってるんです。近くに作ったところはちょっと残念なんですけど、それは若干その町のイメージ作りまではやりきれてなくて、結局両方閉まってるじゃないですか、ドアで、はい、フードコートとしてはできてたけども、はい、通路が全部ドア閉まっていて中が、なかなか見えない、見えないのがちょっと、そうですね、そうするとお客さんの動線にならないっていうところがありましてね、いろんな工夫が必要なんです。当たり前ににぎわうわけでもないし、偶然の産物ではなくてですね、そうやって街づくりブランド構築っていうのはですね、きっちりとこの3つの軸を作り込んでいく。屋台村で言えば提供する商品、食材とか、はい、ゲームやるとこもありますね。で街のイメージっていうのは、そのどういうお店をどこに配置するとか、通路をどうくっつくるとか、そして街に住む人々といえば店員さんとか、接客応対でちょっと鉄砲で的に当たると歌を歌ってくれるとかね、そんな、はい、おまけもっとちゃんといいのかないのかなって思う人もいれば歌ってくれて一緒に歌って盛り上がるとかね、それ体験ですからね、はいはいはい、そ
それでみんな喜んでまた来たいとか、どん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 インスタグラムでね口コミしてくれるわけです。そういう街づくりってこの小さいコミュニティでも同じことが言える。それを街づくりこう全体として作り込んでいく、その時の一番のキーワードは来る人の体験っていうことです。はい、それをさらに磨いていくと、もう高山はねもう入場制限しなきゃいけないぐらいしときますし、もうやっぱりね来てもお金を通してってもらうってところでつなげないといけないですからね、そういう意味での工夫、まだまだ努力の余地はあるかなと思っています。来訪者の情報発信をどう増やしていくかというところですね。そうしますとの高山っていうと、もうある程度なんか出来上がった感があるんですけ ど、先生のお話を伺っていると、はい、まだまだ余地がありますね。もうねすっごいもっと渋滞、人の渋滞ができるぐらい呼ぶ、いいかどうかは別にしてね、でどんどんお金で買って、もう何でも買い物するのは高山だけぐらいのね、に思わせる、まだそこまでないですよね。なかなか買い物はない、例えば伝統工芸品ってなかなか手が届かないって、お金が高いからじゃないんです、買っても贈り物としてもなかなか現地で喜ばれないとか、そもそも外国人観光客が欲しいとなかなか思えないとかね、家具はもうヨーロッパ輸出してますから、現地で買われてたりもしますけども、伝統工芸品なんかはそういう意味では、ご質問もありましたよね、そういう意味では観光客に向けたいわゆる企業努力、企業じゃなくて個人事業でやってる方にしても、そういうところへ目を向けていくっていう大事な要素ですね。もう壁は自分の中にある、ということでしたよね。はい、わかりました。先生の話伺っていて、まだまだ何かできるっていう可能性を感じることができまして、すごく明るい気持ちに、もう私自身も慣れたコーナーで本当にありがとうございました。では最後になりますけれども、ぜひ教えて三輪先生、最終回です。リスナーの皆さんに向けて先生からメッセージを送っていただけますか。私いろいろお伝えしてきました。でまたご質問とかあるとかもしれません。私はこんでよろずのチーフを退任するんですけども、高山での相談窓口っていうのを継続してありますから、まず市役所さん訪ねていただくと、いつどういう人が来てますよって毎週やってますし、相談の窓口も地場産センターにありますからね、そういうとこぜひ活用していただいて、これからの高山の明るい未来、皆さんで作っていっていただきたいと思います。はい、わかりました。ぜひみんなでこの地域ブランディングを、そうですね、力を入れていきたいなというふうに思います。三輪先生どうもありがとうございました。はい、長らくありがとうございました。このコーナーではこれから起業されたい方や商店の経営改善などさまざまなご質問も受け付けております。三輪先生にズバリ答えてもらいましょう。ファックスは 0577-37-0765、 0577-37-0765、 メールは hitsfm@hidanet.ne.jp、 hitsfm@hidanet.ne.jp。 おはがきは郵便番号506-0021、高山市灘町 5-95-10、 郵便番号 506-0021、 高山市灘町 5-95-10。 皆さんからのご質問をお待ちしています。このコーナーは中小企業経営者の頼れるパートナー、岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーター並びに経営コンサルタントの三輪智夫先生のご協力でお送りしました。